ていうことなんですけど、はい、今日ちょっとこの辺不自然に空いてますよね。そうなんですよ。いつもここにゲストの方がね、最初からスタンバってこの番組始まってるわけでございますけど、はい、今日実はですね、ゲストもシャッフル制になりました。おゲストもシャッフル。はい、はい、今このゲストのですね、はい、まあ、ちょっと見にくいかと思うんですが、いろんな方実はスタンバっております。ほう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 、5人ほどスタンバっておりますけど、ゲストも、シャッフル制になりました。おー、わかりました。ということでですね、はい、今日ずに今からシャッフルしてもらいますんで、はい、これね、シャッフル選ばれなかったゲストは、まあ、来ただけという感じになりますね。あー、そのまますいませんけども、そうなんですよ、そういうことになりますんで。わかりました。じゃあちょっと今日ずシャッフルしていただきましょう。はい、ごちゃごちゃ混ぜております。シャッフル、シャッフル、シャッフルでございます。それでは私の手のひらからどれか1枚掴み取ってください。はい、どこだ。あ、どれにしましょう。お、それいきますか。はい、じゃじゃん、見せてあげてください。じゃん。誰ですか。外国人女性。外国人女性ということでね、まあそんな大雑把なジャンルで言われてもよくわかんないですけど。そうですね、結構ね。ちょっと外国人女性僕今連れてきますんで、はい、うん、じゃあお願いします。はい、はい、ということで外国人女性の方に来ていただきました。こんにちは。こんにちは。どうもどうも。お願いします。じゃあ声がですね、はい、変わっちゃいましてですね、ジムは男らしい声になっておりますけど。そうですね、うん、大丈夫ですか。気のせいじゃないですか。気のせいかもしれない。気のせいですか。お名前は何とおっしゃるんで。クリスティーナです。クリスティーナさん、あ、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。なかなか日本のね、ゲーム市場どういうものなのか、ご存知なのかどうか分かりませんけど、そうですね、今日伺っていきたいかなと思って、ゲストに選ばれた感想は。ですね、ちょっとパプアニューギニアから来まして、ちょっと今時差ボケしてるんですけども、頑張りたいと思いますので。はい、頑張ります。よろしくお願いします。じゃあね、ちょっと質問していいですか。どうぞどうぞ。今皆さん何していらっしゃるんですか。僕らですか。はい、僕は日本人男性やっております。はい、じゃあそれじゃあ行ってみましょうか。はい、ということでね、シャッフルタイムでございます、はい、じゃあシャッフルをしましょう。はい、ファミコンでございます、はい、今日は天井コレクションです。はい、いつも見てます、いつも見てます。あ、でも結構やってきましたね、天井コレクションが。あ、いつも見てくれてるんですか。はい、もちろん見てます。あら、嬉しい。ありがとうございます。これパプアニューギニアでも見られますからね。全世界で見られますから ね、 ね、ということで、はい、今日のファミコンは何でございましょう。何でございましょう。アルカノイド。読めなかったよ、読めなかったよ。はい、アルカノイド。アルカノイド。アルカノイドですね。はい、外国人女性さんは、あ、じゃないや、クリスティーナさんでしたね。はい、クリスティーナ覚えてください。はい、なんか8000円ぐらいで遊べそうな名前ですけどね。あれ聞いてますけど。はい、もうじゃあ明日の日になったら私帰っちゃいますから。あ、待ってください、女。すいません、すいません。はい、どうも。アルカノイドは知ってます。もちろん知ってます。あ、本当ですか。はい、どんな思い出がありますかね。ですね、まあそんなに言わないでください。私ちょっと、まあ自宅受けしてますんで。あ、そうですね。パプアニューギニアですもんね。そうです、そうです。いろんなとこ経由して日本に来てますね、それね。はい、来てますね。ちょっとね、今日機内食が結構美味しかったと思います。すごい、今日着いたばっかりなんですね。そうですね、はい、今日着いたばっかりですよ。はい、はい、はい、ゲーム画面出ましたね。はい、出ましたね。じゃあ、2プレイヤーで僕らやりますんで。はい、はい、見てるだけ。ぜひジャパニーズゲームを見ててください。はい、わかりました。お願いします。頑張ってください。あ、下、あ、セレクトボタンを押してもらってですね。あれ来ない。え、何ですか。私トーク繋いだ方がいいでしょうかね。大丈夫です。あ、 OK ですよ。見ててくださいね。はい、あれですね、昔のブロック崩しゲームというか、壁にボールを当ててやる、よくゲーセンとかさ、あとバッティングセンターとかにもあったと思うんですけど、わかんないです。はい、すみません。はい、あ、もう始まってますね。わかった。ということで教授は80点でございました。じゃあ私やらせてます。これ今標準のコントローラーでやってるんですけど、はい、実際ですね、専用のコントローラーがついさんですよ。ダイヤル式のというか、ほう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 、あ、くり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 ってこう手元で回すやつですね。ちょっと私邪魔ですかね、この画面立てても。あ、今大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。はい、あ、遅くなりました。すごい。キャサリンさんじゃねえ、クリスティーナさんは、はいはい、ブロック寿司とかやられたことないですか。ブロック寿司ですか。ええ、
ブロック寿司はですね、どうだったっけかな、一応もうちょっと面白いネタでお願いします。はい。あれやっぱりちょっとね、小さい時ですからね、とりあえずね。やったことないですか？あ、もう小さい頃からやってますよ。そうですよね。はい、母国にもあります。母国ではですね、大会開かれてることありますね。はい、あの上の方に球がいて、ガランガランガランとこう、そうあれコツですよね。気持ちいいですよね。気持ちいいですよね。なかなか入らないですけどね。これいろいろ今なんかボールの他にもアイテムっぽい色のついたものがあると思うんですけど、そうそう、それを取るとですね、パワーアップしてるんですよ。そうなんですね、パワーアップしたり、今 L って出ました、L って出ましたね。これあ、はいはいはい、ボードレーザーが打てるんですね。もう反則ですよね、これ。他の取っちゃうと消えちゃうんですね。へー、この前ブロック図書いろんなゲームありますよね。ということで1面終わりそうです。すごい。おお、すごいですね。続いてのゲームに参りましょう。はい。じゃあ今度はあれですか、キャサ、あ、クリスティーナさん引いてみます。いいですか。頑張ってみますか。私頑張りますよ。はい。イエーイ。はい、引いてください。いただきますね。はい。ちょっと待ってくださいね。はい。引いてください。引きます。引けません。引きません。頑張り、引きまーす。ごめんなさい。素晴らしいね、これ。今ちょっとクリスティナさんすごいなと思います。ちょっとドライブに直接って言ってるぐらい難しいですね。もうこれは大人気のシリーズですよ。私も知ってますよ。クリスティナさんもきっと知ってますよ。知ってます。ゼルダの伝説。おお。知ってます。知ってます。伝説伝説伝説。はい。しかも伝説1。はい。これあれですね。いいやつですね。昔のファミコンのディスクシステムっていうのがありまして、うんうん、それで出てた、もともとはそれで出てたゲームなんですけど、ええ、言っていい？どうぞどうぞ。ゼルダの伝説の方がなんとなく重い気がするんですよ。あ、そうですか。それはゼルダの伝説の方がうーんなゲームなわけですよ。あでも中の基板の重さが違うとかっていうのがありましたんですかね。多分ね、ゼルダの伝説はRPG なので、バッテリーバックアップという機能がついてるんですね。それ用のメモリー、多分電池が入ってるんですよ。はいはいはい。へえ。ということで、これファミコン、本来はロムカセットで出たゲームじゃないんですけど、90年前半にロムカセットでもう一回出たんですね。はい。あ、ごめんなさい、ほったらかしにしちゃいました、今。出て。難しいことばっかり言って、ちょっと出ちゃいましたけど、ごめんなさいね。すいません、僕もうんちくやりたかったんで、今。はい。私も聞きたかったんで。じゃあやってみましょうか。はい。クリスティーナさんどうですか？ゼルデンとか、あ、僕になってますね。組織って何だ名前登録。はい。ゼルデンやってますよ。やってないですか？やってます、ゼルデン。やってます？略してゼルデンですね。そうそうそう。ゼルデン。もちろんやってました。ディスクシステムの時に、友達と一緒によくやってましたね。結構、やった上の方に、ぎこちなく出るやつですよね。そう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 、まさにそうですよ。はいはい、スライムとかよく倒してましたね。うん、このゲームあれですよね、アクション RPG の、まあ、元祖とは言わないけど、金字塔的な。そうですね、ちょっとね、あ、そこまで突っ込まれてもよくわからないんですけど、私は。はい、そこまで突っ込まれても。あ、そうですか。はい。どの辺のレベルに合わせとけばいいですかね。そうですね、あの、これ一応ね、ゲーム番組なんですよ。そう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 。そうなんですよ。うん。次は黙って聞いていただければ。一緒に楽しんでいただければ。それはシャラップってことですか？そうですね。静かにしておきます。あー。え、これはどれで戦うの？A ボタン、B ボタン。あ、まだ何も持ってないからダメなんです。その、穴の中ありますよね。はい。穴に入ってもらって、じいさんが出てきましたと。あー。これで剣がもらえた。授けられた。そうですね。はい。こちらの音楽がいいんですよね。おお。あ、飛ぶんだっけ？忘れちゃったよ、俺もう。あ！まあ、すごいですね。これいろいろ謎解きがあるんですよ。うんうん、この岩を動かしてみたいな。へえ。今で言うとちょっとバイオハザード的な。自分で動いて謎を解いていかないといけない。そう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 。うわ、今でこそそういうゲームたくさんありますけどね。当時はそうですよね。ただドンパチやるアクションゲームしかなかったですから、こういうのは本当に珍しかったですね。へクリスティナさんはどうですか？はい、友達とやられたって言ってましたけど。
はい、よくやってましたね。まあ、ディスクシステムといえばですね、あの、ファイアープレスリングが一番好きでしたね。誰の挑戦でも受けるなんてよくやってましたね。ファイアープロレスリングでしたっけ、ディスクシステムって。普通にプロレスじゃないですか。そうでしたっけ。で、今日は2本紹介いたしました。はい。はい、また来週。また来週。クリスティーナでした。皆さんよろしくね。